梅雨前線が北上し、梅雨空の範囲が拡大をしてきます。前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込む西日本の太平洋側や東海地方の西部、こういったところでは今日は非常に激しい雨の降るところも出てきそうですね。まだ梅雨入りしていないエリアでも今日は続々と梅雨入りということになりそうです。現在の状況を見てみましょう。現在四国の南海上に活発な雨雲があって、北東方向に拡大をしています。すでに高知県内などではかなり強い雨が観測されているんですけれども、この後四国の太平洋側や紀伊半島などを中心にかなり激しい雨が降るところがありそうです。短時間ですけれども1時間50ミリから70ミリといった非常に激しい雨の降るところも出てきそうですね。で現在晴れている東海地方のエリア、そして近畿、中国地方、そして九州の北部といったエリアも今日の午後までには雨の範囲が拡大をしていって梅雨入りが発表されるところもありそうですし、関東地方なども今日の夕方以降はにわか雨が降りやすくなってきます。北陸甲信エリアでも今日の午後には雨の範囲が拡大していく見通しです。この後の雨雲の分布見ていきたいと思います。特に赤や黄色の活発な雨雲、1時間に30ミリ、50ミリ、それ以上の雨を降らせる可能性もあります。1時間ごとに見ていきますと、時間とともに雨雲の範囲は北へ拡大、そして北東方向へも進んでいく見通しです。今日の日中は特に四国の太平洋側、紀伊半島、三重県などで短時間に非常に激しい雨の降る可能性があります。九州北部の方では比較的雨の降り出し遅いんですけれども、今夜には雨が降り出してきます。また今夜には東日本の方でも雨の範囲はかなり拡大ということになりそうです。1時間50ミリ以上の激しい雨、さらにそれ以上の非常に激しい雨といった雨、降りやすい状況は今夜以降、明日にかけて、そしてこの週末にかけても継続していく見通しです。河川の増水、道路の冠水、土砂災害など大雨災害に注意警戒が必要な状況となっていきますので、今後の情報にも引き続き注意警戒を払っていただければと思います。